一体どうしたんだ。ああ、張り紙のことかい。あんたはウィッチャーだな。墓地の騒音の件で困っているのはお前か。そう、そうだとも。悩んでるのは私一人だがな。他の奴らは知らんぷりだ。あの大騒ぎはみんなに聞こえてるはずなのに。衛兵隊にも通報したんだ。何も見つからなかったと言われたけど、現地に行ったかどうかも怪しいもんだ。私に何ができる？自分で墓地の中を探りに行けというのか？その騒音だがしょっちゅう聞こえるのか？毎晩だ。隣に住んでるから大きな音ではっきり聞こえる。まるで耳元で大騒ぎされてるようだ。ギャー！うわー！キャー！それからバーン！ドカーン！まるでクマが食器棚に頭から突っ込んで暴れてるみたいな騒ぎだ。ああ、よくわかった。よし、引き受けよう。犠牲者はいるのか？最近姿を消した者はただうるさいだけか？ありがたいことに危害を加えられた者はいない。なぜだ？怪物だと思うのか？そうかもしれないが、そうとは限らない。墓荒らしや宿なしかもしれん。調べてみなければ。しかって言うが、この世にあれよりひどいものはないね。とにかく急いでくれ、頼むぞ。一日中ゴロゴロしてカードで遊んでばっかり。まるでドワーフね。最低。それがどうした？朝から晩までレビオタの神殿に突っ立ってブツブツ祈ってるより100倍マシだ。恩知らず、あなたのために祈ってたのに、賭け事の泥沼から抜けられますようにって。そいつはさすがだ。どうせ他のことまで神にたっぷり聞かせたんだろう。それとお前、そこで何してるんだ？夫婦の話を盗み聞きするな。一体何を揉めているんだ？消えろ、お前には関係ない。解決の手助けをしよう。お名前も知らないけれど助けてくださらない？こんな罰当たりと永遠に一緒にいるなんて嫌。墓所からこの人を追い出して。落ち着け。どうしたんだ？ここは俺の墓だぞ。このうるさい女は死んでまで説教で俺を苦しめる。永遠に続くこことこれこそ地獄だ。恋に浮かされて結婚してしまったけど、旦那はグエントの奴隷で自分の子供までかけるほどのめり込んでるの。一度だけ冗談でだ。何度も説明しただろう。それに我が家の金をレビオダの像につぎ込んだのはどこの誰だ。信仰のためよ。預言者の象徴があればこの不信心と博打にまみれた土地の人々も変われるはずだった。それが全部詐欺だなんて思わないでしょ。俺が何百回も怪しいと言ったのにか。ふざけるな。静まれ、少し黙れ二人とも。ここはどちらの墓所なんだ？正式な意味でだ。俺のに決まってる。我がドン・コレンティン家代々の墓だ。バカでもわかるぞ。でも債権者からここを買い戻せたのは私の持参金のおかげでしょ。聞け、ここで静かに眠りたいならどちらかが出ていくしかない。運び出してやろう。そうよ、夫を連れて行って。そうしてくれればこの人のグエンのカードの場所を教えるわ。なんだと？やっぱりお前の仕業か。俺を追い出してその仕事の報酬を俺のカードで払うだと？ふざけるな。ベルハーベンのトーナメントであのカードがあれば死なずに済んだんだ。疫病神め、お前のせいで殴り殺されたんだ。
あんたが殺されたのは借金のせいでしょ。私は何も関係ないじゃない。おい、聖書で勘違いした女の言うことなんか聞くな。いいか、俺もカードの隠し場所は知ってる。教えてやろうじゃないか。こいつを追い出してくれたらな。はあ、考えどころだな。あの成人ぶったバカ女の言うことを聞くのか。まあいい、だが聞いてくれ、頼みがある。親切だと思って俺をボークレール・グエント愛好会の墓所に安置してくれ。すぐ近くにある。会員だったのか。会員じゃなかった。だからだよ、心から入会したかった。死んでからなら仲間に入っても文句は言われんだろう。確かに俺に文句はない。そうしてやろう。どこの部屋だ。地下墓地に入ったらまっすぐ進め。目指す部屋は右側、通路口の近くだ。感謝するぞ。お前たちもグエント愛好会に入りたいのか。ビビらせんな。なんだお前は。誰の差し金だ。質問が多いな。答える気はないが。哲学者みたいなクソが来たぞ。生意気な猫目野郎め、やっちまえ。こんなことがあるたびに1クラウンもらってたら今頃は。おい、終わったぞ。これで墓地は静かで平和になるはずだ。ああ、これでまた自分のベッドで眠れる。クロブスもうるさくなったからな。客が取り憑かれたように騒ぎ回ってる。一人の男が特にイカれてる。オードリーン、オードリーンと叫び続けてな。それより墓地はどうなってた。やっぱり怪物だったか。いや、単なる夫婦喧嘩だ。そうなのか。そんなことで串刺しにされたイタチみたいな声で叫ぶとはな。つまらんことに手を煩わせてすまない。これはお礼だ。どうも。終わったぞ。カードはどこにある。クーパー門を通って町の外に出て右に曲がって、我が家は玄関の上の表札に木が描かれてるからすぐに見つかるわ。箱は庭に埋めてあるバラの植え込みの下よ。木が描かれた表札、バラの植え込み、わかった。教えてくれる？ルイスはどこへ行ったの？確かにグエントのことしか頭にない人だったけど、永遠の眠りの場所はドブや川やじゃない方がいいわ。心配しなくていい。いい場所を見つけてやった。安らげるはずだ。